大月日です。今日ですねザク2に乗ってきました。まあドワンですね、まあ、ドワンザクに乗ってきました。で相方がリベイクフルシティで、お相手がクスイガンダムと、デスサイズヘルテレビ版ですね。対戦よろしくお願いしますと。でね、ドワンザクって正直マキオンの性能ってまあゴミなんですよね。完全に動く参拝、まあ、いつね参拝業者に回収されてねスクラップにされてもおかしくないようなゴミ性能なんですけど、まあねしっかりと僕この大元帥がねザク2ドワンでね頑張って戦っていこうと思います。で相手はクスイガンダムって言ってね、もう完全にねちょっとザク2ドワンじゃね、まあドワンザクじゃね勝てる要素がないんですけど、まあ、しっかり諦めずにいきましょう。結構ねキャラの組み合わせ的な絶望的なんですけど、結局ドワンザクってね誰と組んでも相手が誰でもねほぼ絶望なんでね、そこはもう気にせずにどんどん行きましょう。でちょっともうかなり戦況的にはピンチですね。クシーガンダムが全く減ってないのが気になりますが、なんとかダメージ当ててくいいね。メイン指導でも200減るっていうのはちょっとドワンザクのいいところですね。そして殴ってくいいね。ちょっと戦況が良くなってきましたね。で覚醒していきたいですが、おっとデスヘルの横にはさすがに勝てないですね。で見事な覚醒落ちをかましてしまって、ちょっとシューティングクスイがやばいですね。これ完全にやばいですが、相方が助けてくれましたね。ここは華麗に2オン2でなんとか難を逃れていくが、根性補正マックスのクスイガンダムがね死ぬほど怖いんですけど、なんとかねメインで迎撃していいですね。で確定決めとけよう、いいね。まあ、戦況は不利ではないですね。まあ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 五分というところか。そしてここでいいね、地層で駆使してドワンシャゲダンしてくよ、いいね。ドワンシャゲダンしてくん説教。まあドワンシャゲダンをね詳しく説明すると、まあねこいつの特殊格闘って地層設置判定あるんですよね。まあ、設置判定があるんで、地面でねドワンダッシュを繰り返すことでね、まあブーストを気にせずにドワンシャゲダンできます。最強ですね。皆さんもよかったら試してみてください。でねドワンシャゲダンを解説してるところでちょっとまずいですね。これあこれ完全にもう やらかしてますね。これもう完全にガンフリですね。まあ、こっから勝てるビジョンっていうのは正直見当たらないんですけど、まあ、絶対にこういう状況でも捨てゲーしないのが大原則です。最後まで諦めずに戦っていきましょう。でこっからの勝ち筋となるとね、まあ、デスサイズヘルを利用させるっていうのが一番濃厚なんですけど、さすがにクスイが守ってくるんでね、ここはまあ焦らずにね戦っていきましょう。できればデスセルに落ちさせたいですが、クスイが前に出てくるんでそっちを殴るのもありですね。もうここから能動的にね前に出て攻めていくっていうのはもうちょっとワンズクが不可能なんで、で話してるうちにもう絶望になってますね。おっと受け取りしくーしょうがないですね。そして相手が覚醒してしまいましたが、まあ冷静にね焦らず行きましょう。しっかり相手の隙を見てきていくしかないですね。そしていいね、一瞬の隙を見逃さらずに格闘機のドンバッとねじ込んでいく。そして相手がなんとか行きそうですね。そして分割決めていいね、説教。根性補正松島氏の格闘を決めていく。まあ、最後まで諦めずにね虎視眈々とねチャンスを伺ってね、クスイが相手の相方を助けよう行こうとしたところでしっかりとそこを取っていくと。最高でしたね。まあ格闘機の日々闇打ちはできて嬉しいですね。対戦ありがとうございました。